こんにちは、かいましらです。サブチャンネルです。懐かしいおもちゃの思い出っていうのを今までずっとやってきたじゃないですか。なんか淡々と。<laughs> 淡々とというか <laughs>、熱意を込めてね。いやーって。いろいろお話ししてきたと思いますけど、今日はコロコロコミックの思い出。ボンボンコミックの思い出。をちょっと話していこうかなって。知ってるコロコロコミック。ボンボンコミック。 もう、バイブルー <laughs> 急な <laughs>。バイブルーコロコロコミックですよ、まあ。おもちゃじゃないけどね。本だけど、まあ子供の時にこう通る。特に男子なんかは通るね。あの本じゃん。それで言ったらテレビくんも話したいけどね。うん。テレビくんとか、テレビマガジンの話とかもしたいけど、それ次回にしとか、もう幼稚園児とかはそれぐらいだからさ。コロコロコミックでしょ。読んでた。あなた方は。 コロコロコミック、こんぐらいのさ、あの、時点ぐらいの太,太さの、あの、角で叩いたら絶対にか頭蓋骨が陥没するであろう太さの、あの、本ですよ。あの、ハリーポッター、賢者の石ぐらいの太さの。<laughs> あれ、あれがコロコロコミックでございますよ。あれをね、デビューしたのいつかなうん、小学校上がってからだと思う。小学校多分2年、3年ぐらいの時じゃないね。 で、コロコロコミックっていうのはですね、月に1回出ていた。あーあれ、なんて言うんだろうな。もので言えば、例えば、週刊少年ジャンプとか、なんかあの系列のやつだと思うんだよね。あの、会社は違うけどね。えっ、ー、と、コロコロコミックは確か小学館だった気がする。いや、か違ったらごめん。なんかこの辺は、あの、わかんない。ごめん。<laughs> コロコロコミックって。えっ、ー、と、漫画も入、漫画もいっぱい入ってるし、あとなんて言っても、この前のページの部分に、なんて言うの 新しく出るおもちゃの特集とかが載ってたりするのよ。だから、ポケットモンスターとかさ、なんかはさ、赤緑の頃から載ってたからね、あれ。ここコロコロコミックで。まだポケモンが今ほどの人気がない時っていうか、初期も初期だから、もうポケモンは何それみたいな時,時代、時代ですよ。とかの時代に、記事を載せてくれてたのがコロコロコミック。すごいよね。うん、で、えー、っと、だから例えばおもちゃ、うんと、 えーレッツゴー。えーミニオンクとかさ。ミニオンクって知ってるブーンってブーン。その話もいつかするけどさ。走る車よ。<laughs> いや、車は走る。あの、電池を入れて走る車の、なんかレースするおもちゃがあるじゃん。あれよ。とか、あとビーダマンとか、いろいろなおもちゃの特集記事が載ってて、それとコラボレーションして、漫画とかもやってたんだよね。だからレッツゴーとか、 ビーダーマンとかだと、スーパービーダーマンとかだったかなうん。とか、えー、あとは、ポケモン、ポケットモンスターだと、ピッピが、あの、ひどいビジュアルになってる。<laughs> あの、漫画のやつ。<laughs> ピッピ、ピッピが、あの、主役のあの、ポケモンのやつとか、今も連載してんのかなあと、あの、スーパーマリオくんとかね。知ってる マリオの漫画があんの。ておーいっていうやつ。ておーいっていうマリオの漫画。すごいハマってたもん。あれ別で買ってたもんね、やっぱり。あの、コミックを。あとはね、どっち断平ってコロコロコミックだったかな。あんま覚えてないけど、どっち断平とかあった気がするね。うん、もうそれをさ、もう月に一回、かーってみて。僕の当時のね、コロコロコミックの値段はいくらだったかな。400、 500円は切ってたと思う。それは確実。なんなら400円ひょっとしたら切ってたんじゃない今もう絶対600円くらいでしょ。多分。ちょっと見ていいっすか。てか今コロコロってあるんすかあ、あるわ、コロコロコミック、最新号。あ、今はスプラトゥーンとかやってるんだね。そっかそっか。値段いくらなのうん。あ、星のカービィとかもそうあったんだよ。 650円 <laughs> !650 円って言ったら、日本円にすると650円じゃない <laughs> 子供のお小遣いで買えないよね。ほんとに。まあでもそうしゃないよな。その辺はな。別に、もうそういう時代だからね。ほんとにね。で、このコロコロコミックのライバルというかね、 ライバルにすらなってなかったと思うんだけど、ボンボンコミックっていうのがあったの。これとプラス、子供たちの人気の本として。コロコロコミック、ボンボンコミック。この二大巨頭だったの。二大巨頭つってももうシェアは全然コロコロコミックなの。ボンボンはもうこんなぐらいだと思う。だってデカさで言ったら。だけどこのボンボンコミックもまたニッチなね、面白い、それこそおもちゃとか漫画とか取り扱ってて、言われてたのはコロコロコミック読んでるやつは陽キャ。 ボンボンコミック読んでるやつはインキャっていう <laughs>。この、このヒエラルキーは出来上がってたし、あの、おおむね同意 <laughs>。これは <laughs>。もう両方読んでたけど、どっちかって言ったらぱボンボンコミック属性が強いですもんね。あのコロコロコミックは、そういうもう超メジャーな、だからポケモンとか、もうメジャーなおもちゃどころを取り扱って、ボンボンコミックは型や、例えば、えー、ロボットポンコツ。 メダロット。えー、ロックマン。えー、頑張れモンも,もうきっと知らない人も多かろうっていう、このラインナップ。もうレトセトラを取り扱ってたわけです。だけどこれがまた面白いんだよね。僕はもうこのメダロットとかロボットコンポンコっってこれゲームなんですよ。ゲームボーイのゲーム。ちっちゃいゲーム機が昔あってね、ゲームボーイっていうね。今の子たちは知らんじゃろうな。 ま、今で言う、まあ、今で言うって、スイッチがさ、今ちっちゃい携帯ゲームみ,みたいな顔になってるからあれだけど、昔は本当にこういうちっちゃいゲームボーイっていうのがあったんだよ。まあ、知ってるかでも、うん。あって、そこのメダロットっていうね、なんかロボットを、に指示を出して戦うゲームと、ロボットポンコツっていうもう明らかにポケモンを意識したであろう。<laughs> その <laughs>、絶対お前、お前絶対 ポケモン、ポケモンに側合わせたよなっていう、このデザインやら、あの、2バージョン展開してたりね。ロボットポンコツ。えー、何々バージョン。あの、ポケモンも赤、緑とかあったけど、ロボットポンコツは何バージョンなんか、サンムーンみたいな。もう、それ、今そういえばポケモンやってたよなっていう。サンムーンってバージョンあったよな、そういえばって今思ったけど。確かそういうような感じでバージョンが分かれてたはず。 メダロットはバージョン分かれてたから多分分かれてなかった記憶があるけど、これもいろいろあの、えっと、話の中で二つ、メダロットっていうのは相棒を選ぶことができて、二つの、あの、六章っていうのと、メタビーっていうのから選べるんだけど、 そういう意味で言えばポケモンっぽいというか、まや、まあ、だ、とかね、ポケモンはちょっとデカすぎるね、やらかしたことが。その、<laughs> 後世に与えた影響が死ぬほどデカい。あの、通信周りとかもそうだし、通信で友達とね、交換してとかっていう要素とかもあそこでしょこの携帯ゲーム機で。そう。ボンボンはそういうコロコモコロコミックに負けまいとそういうものをいっぱい取り込んでたんだけど、どうしてもやっぱりその、 ごめんね。僕は大好きだけど言わせてもらう。ボロボロ、ボロボロコミック。<laughs> いや、もうボロボロコミックですけど、なぜなら廃刊になってますから、<laughs> ボンボンコミック。ボンボンコミック。大好きな僕としても言わせてもらいますけど、やっぱ2番線時感あったんだよね、コロコロコミック。だけどね、なんで僕がこの、ボンボンコミックを押してたかっていうと、大好きな漫画があった。 これはマジでみんなにも読んでほしいんだけど、僕はもうあの、持ってる、漫画を。サイボーグクロちゃんっていう。これはもう、か、傑作だよ。あのね、大人になっても面白いっていうか、全然大人用。あのね、サイボーグクロちゃんっていうの、僕多分いつかメインチャンネルで話すと思われますね。<laughs> だって傑作だもの。あのね。 猫がいんのよ。猫が。猫って可愛いやん。黒猫の黒っていうのがいてね。お,おじいさんおばあさんに飼われてんだけど、ある日、ある日その日そいつが命奪われちゃうんだよね。ブシ,シャーバシャ で、でそのマッドサイエンティストみたいな男がいるんだけど、そいつに、そのサイボーグの猫に改造されてしまうんですよ。で、そのサイボーグに改造された黒猫の黒が、何をしたかっていうと、ざけんなボケつって、その,サイあのマッドサイエンティストボッコボコにして、普通におじいさんとおばあさんの家に帰るっていう。<laughs> それでいつもの日に、あの、日がな一日を送るっていう。<laughs> 面白い話なんだけどで、その中で、そういう日がな一日に、あの、ニャーゴロロなんて送ってるんだけど、そこにいろいろ資格がやってきて、うざいな、この野郎、ドドドドって話なんだけど、これが超面白い超笑えるし、超泣けるし、なんだよ。えっとね、完全版が出てて、確かに全6巻。だから、すっごい読みやすいよ。あのね、このね、サイボーグクロちゃんを書いた、 ええとね、あ、横内直樹さんという方だな。この人はね、本当に漫画面白い。他にも、ウッディケーンっていうやつもあって、これもめちゃくちゃ面白いんだけど、これも二巻完結かな。まずはでもサイボーグクロちゃん読んでほしい。あのね、サイボーグクロちゃんはもうそれ単体で僕別に全然動画作れる。この <laughs> 余裕で <laughs>。あの、ゲームとかもあったし、アニメとかも、あの、あったの。アニメ、 結構、ボンボンも、だから頑張ってたんでね、アニメあったのよ。あの、サイボーグクロちゃんもそうだし、えっ、ー、と、ロボットポンコッツはないかな、さすがに。ちょっとわかんない。えっ、ー、と、メダロットはあったね。とか、結構、ニッチながらも、やっぱ、アニメ作ってていいやつ。これもね、僕ね、その時、種ヶ島いたから、そのアニメ放送圏外だったの。だから見れなかったんだけど、 まあでもそういうアニメとかも作ってた。そのクオリティは知らん見たことないから。うん。僕はもう漫画で読んでたからさ。もうこのサイボーグクロちゃんがもう光輝きすぎて、もうボンボンコミックはもうもはやほぼこれのために読んでたと言っても過言ではないぐらい。マジで。 めちゃくちゃ面白いんだよね、もう。あの、ちょっと衝撃受けると思うよ、マジで。あの、これがあんまり知られていない現実にビビってますってぐらいの傑作だからね、本当に。絵もすっごく読みやすい。あのね、横内さんという方がね、あの、映画が好きで、多分、多分っていうか、結構そのオマージュシーンとかもあったりして、それでそういう、なんというか見やすいカットとかね、めちゃくちゃ、やっぱり、 あの、精通してる方なんだよね。だからもう、え、え、あの、絵も見やすいし、まあいいよ、ちょっとサイボーグクロちゃんの話をしすぎると、ボンボンコミックとコロコロコミックの話からずれるから、一旦ね、ちょっとなくなくずらし、あの、元に戻しますが、サイボーグ、うそういうサイボーグクロちゃんっていうね、面白い漫画とかもあったの。で、ボンボンコミックは、で、コロコロコミックは土建前。もう、なんていうの、本当に全年齢対象で見せられる、みたいなやつ。ボンボンコミックはそれで言うと、これがまた、 コロコロコミックに比べて、全国区というかその、シェアを取れなかった理由にも当たると思うんだけど、ちょいエロなんですよね。ちょいエロで、若干そのコロコロコミックは広く年齢層を捉えているものに対して、ボンボンコミックは小学5年6年ぐらいの感じなのよ。小学生の高学年層に刺さるぐらいの、なんかこう背伸びした感じになるっていうのも、 あ,るでしょああいう感覚ができてまた嬉しあの僕は読んでたのもあったんだよねボンボンコミックってなんかお兄さんお姉さんのイメージさらに上に行くとジャンプとかさ「週刊少年ジャンプ」とかが来るんだけど、えー、コロコロコミックとあと V じゃンね <laughs> V ジャンの話入れ込むけど V ジャンプ知ってるあれとかは小学生の全然低学年とかでも読めるじゃないですかボンボンコミックはもうちょっと上ちょいエロなのもうロボットポンコツっていうねだから 漫画もやってたの。ゲームもあったし、漫画もあったんだけど、漫画見てみ今、知らない人、ボンボンコミック、あ、ボンボンコミック、ロボットポンコツ、えー、スペース、漫画で調べて。あ、今はやっぱり調べないで。今この動画見とって。お願い。<laughs> ありがとう。後で調べて。ロボットポンコツ、スペース、漫画で。もうね、どっ ド巨乳の、もう、な、もう、その作者さんの、これはネットで言われてるのは作者さんの性癖だと。もう、記入ですよ。もう、ど、ド巨乳のもうの、もう、あの、ポッチも、ブンってついてる女の子。女の子のキャラ全員そうなんです。人間の女の子も、これロボットも出てくるの、ロボットポンコツっていうくらいだから、 あの、ロボットの女の子。女の子型ロボットも出てくるのよ。いっぱいね。それで戦う話だから、ロボット同士を戦わせる話。で、どっちも、ど、ど、もう、た、巨乳じゃない。奇乳。こんなんで、バーンみたいな。バーンバーンバーンみたいな。ん <laughs> いなんか、<laughs> もう子供ながらに、えっとー <laughs> エドシーランって思ったもんね。めっちゃ。これは、 <laughs> えー、<laughs> <もう笑>まだそんな性のことなんかまだわからない子供心に何かいけないものを見ている気がするとかを飛び越えてるなというかあのロボットポンコッに関しては行き過ぎてるからわからん <laughs> そういうもんだ <laughs> そういう人類がいるんだな <laughs> ぐらいの <laughs> もうあのあのだからあれだ言うたらあのエロい気分にすらなってなかったなそう考えたら うん。で、ひそかに僕は小学校の時に読んでたの、アイズだから。またこれちょっと話ずれるけど、週刊少年ジャンプで、あの、連載してたアイズっていう <laughs>、あの、素晴らしい、あの、ラブストーリーのね、漫画があって、あれ最高だよね。あの、ゼットマンとか書いてる方、カツラさんだったっけあの、あの、漫画家の方のやつをも小学生心に見て、江戸って、それこそ。江戸、江戸っ子ってなってたから、まあ、それ置いといて、 ロボットポンコツはでも、いや多少エロかった。あと、がんばれご、が、ああ、しゃっくり。しゃっくりじゃない、ゲップ。がんばれゴエモンも、ちょっとエドかった気がする。がんばれゴエモン確か、ヤエちゃんっていう女の子のキャラがいて、くのいち。確かそれのなんかね、その、こ 入浴シーンみたいなのがあった気がするんだよね。湯煙で隠れててみたいなやつ。<laughs> もう、典型的なあの <laughs>、お色気シーンみたいなやつあった気がするのよね。<laughs> とか、見てましたよ。あと、ロックマンとか、ロックマン普通に漫画してたな。漫画してて。あと、ガンダムの漫画とかもあった気がするけど、僕そのやちょっと読んでなかった。その頃あんまりガンダムに興味なかったから、 だけど、やっぱボンボンがね、やっぱコロコロはかなり根強く、広く話せるけど、もっと深く話すんだったら僕、ボンボンの方がやっぱ話せるわ。多分ボンボン側だと思う。日チ側というか、ボンボン読んでるっていうのもクラスメイトにやっぱ言えないもんね。<laughs> 言えない、言えないよ。コロコロコミックとかジャンプ読んでるぐらいで、ボンボン読んでるなんて言えない。まあ、別にそんな、そんな、エロ漫画ってわけじゃない。 からそんなひた隠しにするってわけじゃないけど、要はわざわざ言う必要がないぐらいの感じね。うん、家に友達が来た時に何これボンボンって言うのぐらいのニュアンス、ああ、そう、それ、うん、コロコロのライバルぐらいの感じの話はするけど、わざわざ学校で話題には出さないぐらいの感じ、ボンボンはね。この辺はで コロコロコミックだったかなあの、応募者全員サービスっていうね、極悪サービスがあったの知ってる <laughs> 極悪じゃないけど別に <laughs>。応募者全員にこれあげますっていうね、サービスがあったの。それっていうのは例えばミニ四駆の金メッキの側何な、なんとかスコーピオンとかあったかな確かあんま覚えてないけどそういうミニ四駆のかっこいいミニ四駆を応募者全員にあげますって。 とか、例えば、確かポケットモンスターのブルーバージョンも最初は応募者全員サービスだったはずよ。すごくないと思うじゃん。太っ腹。応募者全員サービス。え抽選じゃないんだよ。応募した人、はがきを送った人に全員もらえるっていうサービスがそれなの。すごいよくないと思ってたの。子供心に半端ねえと思ってて。で、お母さんに頼むわけよ。お母さんこれ応募者全員サービスだから送ってみたいな。うん で、送ってって言ってもお母さんが妙に渋るわけよね。妙に渋るの。なんでって思うじゃん。いや、ただだよ。ただ。ただより安いもんなくないみたいな。<laughs> 子供的にはね。だけどね、これいうのはその後です。少し後になって気づきます。あの、知りましたが、応募者全員サービスで、えっ、ー、と、応募するときに、切手を貼ってください。その切手っていうのが、えっ、ー、と、4000円分のなんとか切手を貼ってくださいっていうの。 もう、つ、これだ、通販だったってことねっていうこと。だから、当時知らんけど、当時は別にその何千円分の切手とかの概念知らんから、おばしゃ、全サービスさ、イエーイ、お母さんって言ってましたけど、あもう、あの、4千円分の切手をそのはが、あの、封筒の中に同封の家、上っていうのはもう、あの、完全にだ通販よ。 通販だったの、ただの。だから、応募者全員サービス。<laughs> あれはもう本当に、もう極悪。<laughs> 極悪下道な。<laughs> いや嘘嘘全然それ、それはちょっと、それは誤解を生むから、もうこの表現はやめとくけど、あれで学んだ。なるほど。そういうビジネスがあるんだなっていうかさ。でもあれって、どうなんだろうね。その、なんかさ、思わない ?4000 円分の切手を送,送るじゃん、僕らは。 今、通販だとか言ったけど、それを例えば、その、発行元編集側、た、分だから小学館がもらうじゃん。その4000円分の木ってどうやって換金するのそういう方法はあんの僕ちょっとあんまその辺詳しくないんですけど、まあ、その辺も踏まえての、あれでしょ だからそのポケットモンスターブルーとか確か、ブルーバージョン4000円ぐらいしたと思いますよ。うん、とか、あのポケモン、まあそういうのもありました。応募者全員サービスもあったし、あとね、すっげえ覚えてるのがなんかね、ポケモンがもうドーンって売れて、もう赤緑、ね、赤バージョン緑バージョン、バーン売れてですよ。じゃその後じゃあ次、ポケットモンスター次だと、第2作目が出るぞって言ってね。 小学校、高学年ぐらいの頃ですよね。あ,あの、金、銀っていうバージョンがやっと決まって、なんだなんだみたいな。次。で、えっ、ー、とね、ルギアっていうのが、えっ、ー、と、鳳凰とルギアって伝説のポケモンがいるの知ってる金の、金と銀で、それぞれのパッケージを関してるパッケージにいるポケモンなんだけれど、あれのルギアが最初出てきたの映画なんですよね。確か、ルギア爆弾っていう。あの、浜田さんが、 なってって困ったなーって言って、困ったなぁって言って、あの、声を当ててる。あの、宿キングの。あれ出てて、なんだこのポケモンは <laughs> うわーって、衝撃を受けて、プラス、本王とかっていうのは、アニメが最初なんですよ。確かね、僕の覚えてる限り。アニメが確かサトシの第、サトシが第1話でマサルタウンを離れる時に、あの、空飛んでいくんですよ。 それが初めての、ほうおウの見せ場だったの。そっからの金銀のパッケージ、あいつやんってなってたの。確かに僕そういう記憶があるんだけど、どうだったっけちょっとこの辺、正直曖昧だけど、でもそういうので、めっちゃ驚いた記憶があるから、そんなに間違ってないと思うんだけど、えぇ、ー、ってなったもん。コロコロコミックでその情報が出てきた時、ほうおウじゃんバーんばって。<laughs> バばくないって友達と。ばくない しかも、なんかね、視聴者が考えたポケモンを、ハガキを見るハガキコーナーみたいなのもあった気がするんだよな。それですげえ覚えてんのが、あのね、カブトムシ型のね、なんかね、透明の、なんか内臓が見えてる。ちょっと今言ったらグロいんだけど、みたいなポケモンをね、 バーンって出てた気がするの。次に出るポケモンはこいつだみたいな感じで。で、出てねえの <laughs> で、出てねえでやんの <laughs> あれはど、何だったんだろうって思うんだけど。そう。ヘラクロスとかでもなくですよ。なんであれって。だから多分単純な視聴者の考えたポケモン。僕の考えた最強のポケモンみたいなもんでしょうね。ああいうのって。そう。えっ、ー、とね、なんだっけなそれで言ったらね。えっ、ー、とね、あの、電流。 電流っていうね、ポケモンがいて、それっていうのは本当はメリープからモココ電流なのよ。確かね。モココだっけこの中間ポイントの進化のやつ。ちょっと名前忘れたけど、その段階を踏んで進化していくポケモンなの。なんか首が長い、首、首長竜みたいなね、雷の電気タイプのポケモン。そいつ最初出た時さ、雷中の進化系じゃねとか言われてなかった。 あ、こいつ、雷中の進化系じゃねみたいな。あの、っていうか、コロコロ側も言ってた気がする。このポケモンはとか言って、びっくりマーク。びっくりマーク。つけてさ、もしかして、雷中の進化系かなみたいな。徹底予測みたいな、やつとか、平気で載せてたよね。で、全然違うの、やっぱり、これも。おい違うじゃねえかやと思って。もう、ふざけんなよ、って思って。あれ。 <laughs> もうあの自由な時代だからね、あの予想とかも。まあでもあれぐらいなら今も別に、誰がその被害被ってるわけでもないから、それぐらいの予想は今も別にしてんのかな。あれが、ああいうのがだって楽しかったりするじゃないですか。やっぱコロコロはその辺良かったね。ボンボンはそういう応募者全員サービスあったはずなんだけど、僕は応募した覚えないな。多分メダロットのね、パーツコレクションとかがもしかしたらそういうのの中に入ってた気がするんだけど、あとね、 覚えてるのが、コロコロもボンボンもそうだけど、買いたいゲームリストっていうのを丸つけてた僕。あの、今月発売のゲームランキングとか言ってランキングがね、ページに印刷されてて、これ欲しい、これ欲しい、<laughs> これ欲しいって <laughs>、丸つけんだね。あの、ボンボンのやつも。あの、携帯モンスターみたいな <laughs>。<laughs> これもポケモンの丸パクリみたいな <laughs>、あの、確かゲームがあったんだよ。携帯モンスター。ケータラーだったけどわかんないんだけど、携帯モンスターっていう。 もう変なやつ。これも欲しいって言って、丸つけてた、全部。結局買ってもらってないから。<laughs> そんな欲しくないものにも丸つけんのよね、ああいうのってね。そうそう。親、おそんなだから親にねだりもせずさ、<laughs> やってたけど、ああ、面白かった。やっぱちょっと結構長、長々と話してしまったんで、それこれぐらいにしときますけど、えー、ボンボン、コロコロコ,ロコミックボンボンコミックの僕の思い出っていうのは、まあ、こんなところかな。あみんなは、 どうあるコ,ロロコミック女の子はね、この年代って何だろうリボンとか、あの辺ちょっとよくわかんないんだけど、姉ちゃんがなんか、それこそちっちゃい頃、そういうのか見てたような気がしないでもないけど、ちょっとその辺わかんないからあ、ぜひね、女子がいたら、あの、その辺おお、私はこれで育ったぜみたいな本があったら、しゃっくり教えてください。<laughs> じゃあ、しゃっくりも来たんで、終わっときます。じゃあ、会場しでした。さよなら、バイバイ。